ゲールツ、アントン・ヨハネス・コルネリス・ゲールツは、オランダの薬学者。日本薬局法の草案を起草するなど、近代日本の薬事行政、保健衛生の発展に貢献した。なお、ゲールツはドイツ語読みであり、オランダ語読みではヘールツ。ゲールツは、オランダのオーデン大工の薬業屋に生まれた。薬学、理科学、植物学に精通していたゲールツは、 陸軍薬剤官となり、ユトレヒトの陸軍医学校で教鞭をとっていた。1869年7月、ゲールツが26歳の時、日本政府の招請により来日し、長崎医学校に着任し、余科の物理、科学、気化学等の講義を担当する。当時の長崎医学校は、 長予選人氏が学党を務め、オランダ人医師マンスフェルトが共闘と付属病院の医師を兼務していた。1873年、長崎税関の移植により、輸入機に稲の分析を行ったゲールツは、鑑定報告に添えて、粗悪な輸入薬品の取り締まりと薬品試験書の必要性を訴える意見書を長崎税関長に提出し、 長崎税官庁がこれを政府に取り継いだ。岩倉施設団の一員として投し、帰国後は、文部省医務局長に就任していた長予選人氏は、ゲールツの意見を取り上げ、1874年3月27日、東京日本橋柏区町に、長松東海を、馬長、ドイツ人のマルティンを監督として、東京市役所を開設し、薬品試験業務が開始された。 この試薬場が、後の国立衛生試験所の源流となる。ゲールツは1875年2月に設置された、京都試薬場の薬品試験監督に任命され、また、同じ校内にあった、京都製未局で、薬学講習を行った。なお、京都試薬場は、同時期に設置された大阪試薬場に近かったため1876年に、 開始され、長崎と横浜に、市役場が設置されることになった。ゲールズは1877年5月、当時輸入薬品が大量に取引されていた横浜に、開設された横浜市役場の薬品試験監督に任命される。その後、1877年から1879年にかけて、これらが日本で大流行した際、 伝染病予防規則の制定を促すなど、衛生行政の基礎確率に寄与した。市役場での主な業務は薬品試験であるが、当時日本には国定の薬局法が存在せず他国の複数の薬局方を基準としていたため混乱が生じていた。1875年、内務省衛生局長であった長与選人氏は、日本薬局法の必要性を考え、 京都市役場監督であったゲールツと大阪市役場のオランダ人教師のドワルスに日本薬局法草案を作成させ局法制定のための準備を進めた。ゲールツとドワルスは第一般オランダ薬局法を参考に草案をまとめ1877年に長世に提出した。この草案は集裁薬品は604品目、製材相則8項目、 不評17種、作品などで構成されており、小薬名が漢字で記載されていること、西洋小薬と成分、薬効が類似する、日本産生薬を代用薬として解説している、ことなどの特徴があった。ゲールツ、自筆のこの装甲は、現在、国立医薬品食品衛生研究所の図書館に、保管されている。八百八十年十月、長与は、内務卿。 松方正義に、日本薬局法の必要性を兼議する。この兼議を経て1881年1月、日本薬局法編集委員が任命される。ゲールツは、長代や陸軍軍医総監、松本淳、海軍軍医総監、戸塚文会らと共に編集委員に任命される。当初、日本薬局方の編集にはゲールツととあるスノー。 草案を原案として採用される予定であった。しかし、明治政府が、ドイツ医学を採用したことや、第2版オランダ薬局法、第1版ドイツ薬局法、第5版アメリカ薬局法などが1871年から1873年に、かけて刊行されたことから最終的には、採用に至らず、改めて、これら諸外国の薬局方を参考に、 委員全員が理解できる、ドイツ語で走行を作成し直すこととなった。ゲールツが中心となり、ドイツ語で走行を作成し、柴田昇慶が日本語に翻訳するという作業が繰り返された。ゲールツは1886年の初版、日本薬局法の交付を待たず、1883年8月15日に、横浜で、超チョーチフスにより救世する。現在、 横浜外国人墓地に妻のキワと共に眠っており、墓碑を神奈川県薬剤師会が管理している。また、国立医薬品食品衛生研究所の正門脇に記念碑がある。妻、山口キワ。長崎生まれとの間に6人の娘。長女の鶴は東京でビドパリという洋服店を営んでいたオランダ人と結婚。後に離婚し、4人の子は、 鶴がオーダーメイドの洋装店を経営して育てたが、その末娘レティツヤ・ジャコバ・ビヘルミナ・クリンゲンは17歳で、ミラノに留学し、祖母の名から取ったキ、キワサダコの芸名で、オペラ歌手になる。AB 長崎大学医学部、中西慶長崎医学の100年、第3章明治維新による、気候改革。 第二節大学規則の制定とゲールツ、長崎医学100年史1961年、P181 から195、ハット ABC 横浜市、神奈川新聞社協編、家族の肖像さん、日本薬学の祖、ヘールツと、清水富太郎、横浜2005年、11号、P73 から75、ハット ABCD、第三賞金大薬学の定着期、 一日本薬局法の総庫社、ゲールツ、長崎大学薬学部公式ウェブページ、2008年11月24日、閲覧。ABC 西川隆薬の社会史、第2回、我が国薬学の基礎を作った、薬剤師、ゲールツ、主役場の創設と、日本薬局方の基礎に尽力、都薬雑誌2005年、27巻、15、P14 から15、 国立医薬品食品衛生研究所関連資料、国立医薬品食品衛生研究所、公式ウェブページ。AB、日本薬局型遠隔略期、第15改正日本薬局法2006年、P1。神奈川県薬剤師会の歩み神奈川県薬剤師会、公式ウェブページ。官報第40号、昇訓助任1883年8月16日。 P7 松永51ちょ。蝶は帰らず、プリマドンナ木は貞子を追って、毎日新聞社1990年。ありがとうございます。